雑貨はみんなを笑顔にするウィッシュデザインホームセンターの森田です。昨年の話なんですけれども、バンクシー展に行ってきまして、まあ今回はね、スライドショー的にバンクシーの作品をね、まあ全部はちょっとさすがに数が多いのでできないんですけれども、まあ見ていただいてですね、まあ見ながら軽く楽しんでいただけたらなと思います。でまあバンクシーのね、名前はまあ本当にね、絵はそんなに見たことないという方でもね、知っている方多いんじゃないかなと思いますけれども、まあバンクシー展ね、天才か反逆者かみたいなね題名バーンと大きく歌ってますけれども、あくまでこれ僕の感想なんですけれども、まあバンクシーはですね、まあ7つの滞在、7つの大きな国ね、滞在をする、まあ人間ですね、まあ自分も含めて、まあ人間に対してまあ警笛を鳴らしてるんじゃないかなっていう、そういったね謎のアーティストだなっていうふうに思いました。まあ7つの滞在っていうのは、まあ傲慢、強欲、嫉妬、憤怒、怒る方ですね、激怒っていう感じですね、で色欲で暴飲暴食の暴食ね、怠惰、ね、怠けることですけれども、まあその7つの滞在に対し、を持っているね人間に対して、まあ本当にそういうなんでいいのかっていう風なね警笛を鳴らしてるんではないかなと、僕個人的にはちょっとそのバンクシーの作品を見ながらね思いました。ではね、早速ね、バンクシーの作品をね、ざっと今から流しますんで楽しんでください。どうぞ。はい、楽しんでいただけましたでしょうか。ね、まあこのね動画を通してですね、まあバンクシーを知らなかった方でもですね、少しでもねバンクシーのことに対してね、興味持っていただけたらもう本当幸いでございます。今はまあ、大阪がまあ今月の確か中旬ぐらい、ごめんなさいちょっと日にち忘れます。だけれども、はい、で次が名古屋の方であるみたいなので、まあ、もしね機会があれば見に行っていただいたらきっと面白いんじゃないかなと思います。で、まあ、個人的にもですね、よくこういったね展示会ですね、絵画の展示会、まあ、たまにですけれども行ったりします。新しい雑貨をね探したり見つけようとしている時にですね、結構ねそういった絵画からの、ね、影響を受けるんで、こうね、まあ、例えば雑貨の展示会とかこう見回していると、まあ、ピンってくる時がね、まあ、
まあまあ、たまた、まあまあ、たまたまじゃない、まあまああるんで はい、そういった意味でもね、まあ、行けるときはね、そういう海外の展示会行くようにはしています。はい、今回はね、以上となります。まあ、良ければですね、コメント欄に何かコメントをしていただいたりとか、まあ、チャンネル登録なんかしていただくとめちゃめちゃ嬉しくて、もう本当に舞い上がってしまいますけれども、はい、本当にね、全然何も しなくてでもですね、この動画をちらっと見てね、楽しんでいただけたら、もうそれでもう本当に嬉しい限りでございます。はい、今回は、以上となります。最後までご覧いただきまして本当にありがとうございます。